ズルだよね。うちらに出口を作らせるつもりなのかな。でも最後のピースはどこで見つければいいんだろう。ねえ、覚えてる？ここに迷い込んだ時、不思議なピースを一つ拾ったわよね。あ、形はぴったりみたい。このピースもミーシャと関係があるの？どうやら真実が明らかになりつつあるみたいね。このまま出口を出て調べてみましょう。生命そのものだ。ここです。ここは僕の時計工房です。ミハイルが航海から戻ってくるのを待ってる間、ウェルダーおじさんが僕にこの作業部屋とおもちゃの部屋、それから秘密基地をくれて、ここではゼンマイや歯車の修理について学びました。僕は精密な機械が好きなコンパス号の船長で、クロックボーイやミラーさんと一緒に夢の中で新大陸を探してる。僕はここで生まれ育ちました。つまり夢の泡のこの建物はあんたが小さい頃に住んでた家ってことね。はい、でも少し違います。こう言った方が正しいかもしれません。この夢の泡こそが僕の家だと。全部思い出したみたいね。ちょっと待って、ストップ。なんでうち以外なんか分かってる風なの？どういうこと？美月ちゃん、彼が前に自分にしか見えないクロックボーイがいるって言ってたのを覚えてる？覚えてるよ。横にいるこの子のことでしょ。でもドリームリーフではうちらにも見えてたじゃん。幼児ちゃんだって挨拶してたし。請求列車のみんなには子供心があるんだね。答えは請求列車にあるわ。彼の体験からもわかるように、少なくともホタルとヨミにはこのクロックボーイが見えてない。そしてみんなも気づいてるかもしれないけど、ドリームリーフでは列車のメンバー以外誰も彼とちゃんとした会話をしていないの。特定の人にしか見えないミーム生命体、まるで誰かが七死人に残した秘密の手紙みたいね。ねえ、ちょっと気になったんだけど、ミーシャにもクロックボーイは見えてるんだよね。小さい頃から一緒に育った仲良しだって話だし。でもこの子はまだ開拓の道に足を踏み入れてないのに、どうして？それこそが謎を解き明かす鍵なの。美月ちゃん、もう一度よく思い出してみて。クロックボーイの件と同じように、列車組以外の誰かがミーシャと話してるところを見たことはある？それこそが答えです、美月さん。この夢の泡は僕が生まれたゆりかご。僕は記憶行きミームと何ら変わらない夢の中の住人なんですよ。本当は
夢の泡の中で皆さんを待つべきだったんですが、現実と記憶が重なり合って、無意識のうちにドアを開けてクロックボーイを連れてここから出てしまったんです。じゃあ時計屋が残した夢の泡が空っぽだったのは、中身がなかったからじゃなくて、中身が勝手に出て行ったからだったってこと？あんたが聞いた汽笛って、列車がピノコニーに到着した時の音だったの？それも一つの解釈ね。でもその裏にはもっと長い物語があるはずよ。全ての経緯や明らかになっていない謎についてはやっぱり彼自身に話してもらうのがいいと思うけど、まずはあんたの名前から始めるのはどうかしら。私たちはあんたをミーシャと呼ぶべきなの？それとも。皆さん、この長い旅を思い出させてくれてありがとうございます。改めて自己紹介させてください。僕はプルスミル星系に位置する惑星ルサカに生まれ、航海士ミハイルとシャール夫人の養子になりました。そして老夫婦は僕に宝物をくれた。それは彼らの希望が込められた名前。ラグウォーク・シャール・ミハイル、あるいは略してミーシャ。あなたたちが望むならもっと馴染みのある名前、時計屋と呼んでもらっても構いませんよ。あんたが時計屋本人だったの？残念ながら人々が憧れる美しい夢の大物はもういません。僕は彼の人生の縮図に過ぎないのです。そして今まで皆さんと一緒にいたこの子は、彼の子供時代の美しい夢に出てきた無垢な主人公、クロックボーイの友人で若い見習い、未来の列車の整備士、同時に彼の開拓の生涯の出発点でもあります。僕は人生の旅の最後にこの大切な火種を一番深い夢の奥に残して、後世の七死人たちに託したいと思ったのです。ところがどういうわけか、彼は勝手に夢の泡から出た挙句、使命をすっかり忘れてしまったようで、申し訳ありません。皆さんには恥ずかしいところを見せてしまって。それは彼が生まれながらに開拓を望んでいたからなんじゃない？ミーシャも案内人としての使命は忘れてなかったと思うわ。だからこそ自分のことをホテルのドアボーイだと思い込み、彼が初めて夢に入った瞬間に現れたんじゃないかしら。気を失っていた彼をここに運んできたのもミーシャなんでしょ？こうして考えると、私たちは最初から時計屋の遺産とすれ違っていたのに、それに気づかなかったってことになるわね。僕には悪友がいるんですが、その人が言っていました。僕の人生はいつも遠回りしていて、最後には必ずスタート地点に戻ってくると。きっとこれは七死人なら誰もが経験する過程なのでしょう。ですが最後はあなたたちが僕を見つけてくれた。本題に戻りますが、皆さんがここに来たのは時計屋の遺産が何かということに関心があるからですよね。僕のハウンドが性格や大物の財宝については話していると思いますが、申し訳ありません。性格については事実ですが、ミハイルの財宝はただの巷の噂に過ぎないんです。僕は幼い頃に故郷を離れ開拓の旅に出ました。さまざまな場所を訪れ、最終的にアスデナで足を止め、僕と友人は最初のピノコニーを築き、
今までその未来のために努力を重ねてきたのです。僕は生涯前に進み続け、行く手を阻む障害を打ち破るために全力を尽くしてきました。しかし結局僕の道も終わりにたどり着き、肉体はボロボロに壊れた機関車のようになり、後世に残せるような価値ある財産も何も残っていませんでした。ですからこのポンコツ機関車に遺産と呼べるものが残っているかと聞かれると、今もエンジンボイラーの中で燃え続けているものしかそれに当てはまるものはないでしょう。今のピノコニーの状況はあなたたちも知っての通りです。当然僕はこの世界を正しい軌道に戻すために誰かに手を貸してもらいたいと考えています。ですがその決断はあなたたちが下すべきもの。開拓の道は他人によって敷かれるものではありませんから。なのであなたたちには一つの物語と二つの贈り物だけを残そうと思います。これを受け取ってください。僕の懐中時計です。これは長い旅をしている間、何も知らない愚かな少年が前に進めるようずっと導いてくれていました。そのおかげで多くの偉大な人々と今日まで共に歩むことができたんです。それから僕の帽子を、僕をナビゲートしてくれた人がそれをかぶせてくれたんです。それ以来開拓の旅は永遠に終わらないという非現実的な考えを抱くようになりました。さあ次はあなたたちが選択する番です。決心がついたらそのドアを開け、ある老人の長い夢の中に入ってください。僕はこの時の廊下の果てで皆さんをお待ちしています。さあみんな決断を下しましょう。まあ異議を唱える人はいないと思うけど、当然ここまで来たんだから前に進む以外の選択肢なんてないでしょう。全員一致で決まりね。それじゃあみんなでこの夢の終点に行ってミハイルに私たちの選択を伝えましょう。
誰かがルサカを救うために立ち上がらなきゃいけないんだ。ミーシャ、それが私ではいけない理由があるのか？行かないで。ねえ、お願い。それか、僕も連れて行って。お願い、離れて行かないで。私がいなくても、お前はどうやって前に進めばいいか知っているだろう。勇敢なミーシャ船長、コンパス号が待ってるぞ。お前は私よりもすごい冒険家になりたかったんじゃないのか。行きなさい、あの列車に乗り、そして自分の旅を始めるんだ。ミハイル、どこに行くんだ？ラウンジの掃除をしてきます。車掌さんと約束したので。待て、行く前に答えてほしいんだが、この時計はお前が直したのか？え、あ、はい。俺はこの時計がどんなだったか知ってる。鎖は切れ、裏蓋は壊れ、文字盤もほとんど見えないくらい摩耗してたのに、どうやって直したんだ？どうやって直したかはうまく言えないんですけど、直せることは分かったというか。針です、アムンゼンさん。時計の針はまだ動いていて、正しい時間を指していました。だから他の部分もなんとかなったんです。お前、これからは俺と一緒に働け。ずっと列車をいじりたがってただろ。今日からお前は列車の整備士だ。車掌には俺がうまくいっといてやるから。でも僕は時計の直し方しか分かりませんし。心配するな。一つ分かれば、おのずと他のことも分かるようになる。足りない部分を補えばいいんだ。俺が教えてやる。ラグウォーク、どこへ行くんだい？そろそろ次の目的地へ出発する時間だよ。僕は行かないかもしれない。実はラザリナやティエルナンと一緒にアスデナに残ろうと思ってるんだ。おや、ここは君に故郷を思い出させたのかな。アスデナの人々は小さな勝利を手に入れただけで、本当の自由にはまだ程遠い。ハヌネは僕たちを必要としている。大丈夫、全ての旅が星の海へと向かうわけじゃないから。列車を離れても僕たちの開拓は終わらないよ。いや、君たちを引き止めることができないのは分かってたから。安心して行っておいで。あと、これも持っていくといい。これはアムンゼンさんの帽子。どうして？彼がいなくなるとき、それを自分の一番弟子に渡してくれって頼まれたんだ。今がその時だと思って。さようなら、ラグウォーク。ティエルナンとラザリナの面倒を見てやるんだよ。それから僕たちに手紙を書くのも忘れないでね。時計屋、どこに行くんだ？心配するな、ミカ。ちょっと遠出するだけだから。誰かが青函開拓の最前線に行かなくちゃならないんだ。今のピノコニーには元七死人が一人しかいない。僕ではいけない理由があるのか？あんたしかいないからこそだよ。ティエルナを忘れたのか？銀河は昔と違ってすごく危険なんだ。あんたまで失ったらピノコニーはどうなる？逆に聞くが、僕たちが活路を見出せなかったらピノコニーはどうなると思う？ティエルナ、忘れるはずがない。
眠れない夜はいつもどうして彼と一緒に旅立たなかったのか自問しているからな。七死人の歩みは止まらない。大丈夫だミカ、ただ昔の仕事に戻るだけだから心配しないで待っていてほしい。だがもしもしもの話だが、もし僕が生きて帰ってこられなかったら次の時計屋は君に任せたい。じいさん、どこに行くんだ？おや、いたのか。俺の質問に答えてくれ。あんた、何をするつもりだ？肩の力を抜きなさい、ギャラガー。ただ素晴らしいアイデアを思いついたんだ。聞きたいか？もうやめてくれ。あんたのアイデアは自分の身を顧みないものばかりだ。じいさん、こんなこと俺も言いたくないが、ピノコニーのかつての英雄はもうあんたしかいないんだぞ。もしあんたが死んだら、性格の秘密はもう二度と日の目を見ることはないだろう。そうだな、もうピノコニーが歩める道はないのかもしれない。だからアスデナの外に目を向けるしかないんだ。盛大な宴を開こう。時計屋の遺産を口実に、そして全銀河に招待状を送り、人々をここに集めるんだ。自分の自暴自棄にファミリーを巻き込むつもりか？まだ君がいるだろう。これは確かに難しいことだが、これまで歩んできた道の中で難しくないことなんてあったか？ああ、そうだ。どんな方法を使っても構わないから、必ず請求列車に招待状を届けることを忘れないでくれ。ミーシャ、どこに行くんだい？ああ、クロックボーイ、ドリームリーフに連れて行ってくれないか？昨夜とても長い夢を見たんだ。僕たちが出会ったあの日の夢を、その夢を記録に残したい。記録に残したいって何のために？大事なことを忘れないようにするためさ。クロックボーイ、君はまだ自分の名前の由来を覚えているかい？もちろん覚えてるよ。君は子供の頃時計工房で暮らしてて、壁掛け時計や懐中時計と一緒に育ったって、みんな最高の友達だったって僕に話してくれたじゃないか。そうだな。だがこの話の裏に面白い誤解があったことは話していなかっただろう。まだ幼かった頃のある特別な懐中時計のことが深く記憶に残っているんだ。その時計はいつもおじいさんと一緒に海に出て、彼のために進むべき方向を示してくれていた。僕もそんな懐中時計が欲しいと思っていたんだ。そんな時、君が僕の夢に現れた。そうだよ、僕たちは毎晩コンパス号に乗って出航するんだ。だが知っているか、おじいさんがその懐中時計をくれた日、僕は初めて気がついた。それが懐中時計ではなくコンパスだったということに。
だから君の名前は本当ならコンパスボーイになるはずだったんだ。そして時計屋こそが七死人なのさ。ドリームリーフに着いたよ。それでどこに行く？クロックボーイ、僕はもうどこにも行きません。出発する。いいえ、僕はここに残ることになる。そして終わりです。終わり？ミーシャ、どういう意味だい？開拓の旅は永遠に終わらないって言ってたじゃないか。ええ、確かにそう言いました。だから今、あなたは自分の次の目的地を決めないといけません。僕の次の目的地？どこに行けばいいの？僕はずっと君についてきたのに。ミーシャ、どうしちゃったのさ。今日の君はなんか変だよ。機嫌が悪いならいつもみたいにクロックトリックを使おうよ。その必要はありませんよ。別に機嫌が悪いわけではありませんから。クロックトリックについては、そうですね、この夢の中ではそれであらゆる問題を解決できそうな気がしますが、あなたはクロックトリックが一体何なのか知っていますか？知らないけど、何なの？誰でも道に迷い、進むべき方向がわからなくなることはある。それはこの無境の内外を問わず、あらゆる場所で起こります。ですが怖がる必要はありません。人々は迷うのと同じように、ある瞬間には覚悟を決め、大胆で素晴らしい決断を下せるから。それが冷静なものであれ、喜びや怒り、悲しみから来る感情的なものであれ、彼らに必要なのはちょっとした後押しにすぎません。その後は自分の進むべき道へと足を踏み出すことができるのです。この小さな力をあなたに残しましょう。どうかより多くの人たちに届けてください。それこそがクロックトリックであり、開拓という名の意志なのですから。時計の針は人の困惑、苦悩、弱さのようにいつまでも回り続ける。でも何があろうと人は進まなければならない。その針が永遠に前を指しているように、僕の旅はここまで。
君の道だ。開拓はかつて至れなかった道を行き、さらに遠くへ向かうこと。ミハイルが夢見たピノコには秩序なんかのものじゃない。皆さんの絆がアイオン王も動かしたのでしょうか。私としてはアイオン王、ピノコニーの未来が誰の手に渡るのか知りたかったんだと思うわ。だからこそ亡くなったアイオンの代わりに見届けに来たんじゃないかしら。ならばピノコニーの夢の主を、そしてオーク家107336名の同胞を代表して、皆さんを正式にピノコニー大劇場で開催される調和セレモニーにご招待しましょう。もちろん皆さんが行くのは観客席ではなく舞台の中央になりますが、性格、ピノコニー、さらには銀河全体の未来に関わることですからね。公平を期すため、そこで決着をつけましょう。皆さんがアキビリの道を信じているというなら、そのアイオーンの勇気と覚悟を私に見せてください。よし。勝敗を決めようってこと？多分そういうことだと思う。何それ、ずっと悪党が何かしないか警戒してたのに、最後には公平を期すためとか言っちゃって。あいつうちらのことなんて眼中にないんじゃないの？サンデーさんは自分の理想を固く信じていて、本気で秩序の正しさを証明しようとしているように見えるわ。彼には強い信念と支配欲が感じられる。きっと
正々堂々やって勝たなければ自分に納得がいかないんでしょう。だからこそ次の勝負では全力を出してくるはずよ。その通りだね。うちらは壊滅の絶滅大君だって倒したんだから、たかが秩序なんてきっと大したことないよ。いずれにしても請求列車として性格の存在を無視することはできない。それにティノコニーの未来を開拓することはミハイルたち先人の願いでもあるもの。みんなバトンを受け取った以上、彼らの意志を裏切るわけにはいかないのよ。でもそれは秩序にとっても同じことだよ。彼らの計画は長い時間をかけて準備してきたもの。その背後には宴の星が数百年かけて育んできた巨大な意志があると思う。夢に入りたいという渇望、深い眠りにつきたいという怠惰、そして逃避、諦め。人々が気づかないうちに育んだ感情が秩序の美しい夢を成長させるゆりかごになったんじゃないかな。一つの世界の意志を利用してアイオンを誕生させる。この戦いは単なる力のぶつかり合いじゃない。ピノコニーの未来のためにも君たちだけを舞台で戦わせるわけにはいかない。君たち？どういう意味？ホタル、うちらと一緒に行かないの？ホタルが言いたいのはもう一つの戦場に向かうってことだと思うわ。出発前に運命の奴隷が教えてくれたの。この旅で私は忘れられない収穫を得るだろうって。彼がくれた脚本はほんの数行しかなかったけど、無視できないものだった。だってその中の一行に、私は夢の地で死を3回経験するって書いてあったから。3回？きっと鍵括弧がついてるんだろうな。1回目は死に等しい苦痛で、私の体は眠りの翌人に貫かれ、そこから全ての物語が始まる。脚本は必ず現実になるけど、どういう形式かはそのページを開くまでわからないんだ。たった今私は2回目の死の意味が理解できたから、それを行動に移そうとしてるの。うまくいけば君たちにとっても大きな助けになると思う。この勝利を勝ち取らないとピノコニーに未来はない。それにこうすればまだ訪れてない3回目の最後の死が最悪の形で現れることはないはずだから。最悪の形、それって本当の死。ピノコニーの全ての人々が秩序の美しい夢の中に永遠に沈むことね。それは絶対に避けなきゃいけない未来だよ。ホテル、覚悟はできてるの？もちろん。できてなかったらここには来てない。改めてお礼を言わせて。請求列車を助けてくれて本当にありがとう。現実世界でまたあんたに会えることを願ってるわ。さようなら。みんなの開拓の旅が永遠に終わらないことを祈ってる。みんな準備はいい？新たに生まれたつぼみは朝日と共にほころびささやく。
今日が終わればヤペラーの名は銀河の歴史から消える。そして陛下官邸が奴らにとって変わり、近い将来招待状を受け取るだろう。それがお前の次の目的地だ。夢の地ピノコに。そこでお前の求める答えが見つかること、あるいは解脱を得られることを祈っている。それは三回の死のこと。銀狼から聞いた。残念ながら俺の脚本にそれはなかった。私は生き延びたいとは思うけど、死ぬことを恐れてるわけじゃないから。死の反対は永遠の命。それは決して私が望んでるものじゃない。人はいずれ死ぬ。それは私も例外じゃない。死は脚本みたいなもので、抗うことのできない運命だもん。だからこそ私たちはちゃんと自分の骨を埋める場所を選ばないと。お前が生きるのは滅びるためなのか。ジンだってそうでしょ。君が望む終わりは決して他人に定義されるものじゃない。今死ねば私はただの兵器でしかない。でもできることなら一人の人間として死にたい。死ぬべきだと思うの。まだ私には遠すぎる概念かもしれないけど、みんな同じなんじゃないかな。生涯をかけてその答えだけを探してる。お墓に刻まれる短い名前は、私の墓石には前はクラモスの敵、今は性格ハンターって刻まれてるけど、いつの日かきっとホタルの名前と彼女が人生の最後に見せた輝きが記されることになる。驚いたぜ、じいさん。あんたの闇雲な計画が本当に成功するとはな。あんたら七種人ってのは感情で突っ走るだけのバカの集まりなのか。感じるんだ、偽りの美しい夢が終わろうとしてるって。あの七種人たちはまだ若いが、この大義を成し遂げるだけの力を持っている。かつてのあんたらがそうだったように、あんたがその光景を目にできないのが残念だ。かくいう俺も運には恵まれてないらしい。見破られた虚構のものは存在しないも同じだからな。七種人たちのことはこのくらいにして、あの頭に羽を生やした小僧もあんたにそっくりだ。頑固で棺桶に入るまで涙を見せない、運命のいたずらってやつかもしれないな。このクソみたいな運命さえなければ、俺たちは一緒に笑い合えていたかもしれない。だが最後はしっかり鬱憤を晴らしてやったぞ。これですっきりした。昔あの連中が俺たちに何て言ったか覚えてるか。地獄に落ちろ、この裏切り者ども。なあミハイル、あいつらの言ってたことが本当かどうかはわからないが、自由を求めるだけで地獄に落ちることになるなら、俺もすぐにあんたのとこに行くことになるだろうよ。
じいさん。そしたら地獄でまた一緒に晩飯を食おう。ああ、忘れるところだった。もう一つあったんだ。この集いと別れは時の定めで、お前に敬意を示そう。開拓者、完璧ではない明日に乾杯。本当に暖かい。普段この視界の傍らでは生き物すら見かけないというのに、君は幸運だな。雨宿りの場所を見つけられただけでなく、新鮮な果実まで手に入れられたのだから、こんなことはめったにないぞ。ただ命の気配をたどってきただけだ。こういう場所ではそうした気配がはっきりとわかる。少し残念なのは味が淡白なことだな。本当か？むしろこの果実はかなり果汁が多い方だと思うが、唯一の難点は口に入れて噛んだ時、とんでもない辛みを感じることだ。まさか味覚がないのか？いや、いくつかの味はまだ感じられる。例えばほのかな甘さとか。ここに来る前はエオルケロンという場所にいたんだが、そこにも人気のない崖があって、夜は焚き火で辺りを照らしていた。空からは赤紫色の雪が降っていて、ふと思いつきでそれを口に含むとラズベリーの味がしたんだ。その味は甘美とは言えないが、忘れがたいものだった。改めて振り返ってみると、私の辿ってきた道をつないでいるのは、印象に強く残る物事の顛末ではなく、そうした忘れられない瞬間の数々だな。気にするな。次第に自我を失っていくのは自滅者なら向き合わなければならない現実だ。少なくとも私はまだ完全に感覚や記憶を失ったわけじゃない。それでは君の旅に新たな注釈が加わったことを祝福しよう。ところで、君は一人なのか？いや、エオルケロンにいた頃は仲間がいた。彼女は小柄な七死人で、自分をイックスに飛ばそうとしていて、いつもアキビリよりも奥深く、さらに遠くまで行くと言っていたな。体は小さいのに野心は大きいのか。それで結果は？彼女は死の水になった。それは残念だったな。残念？そうは思わないが、彼女は最後まで笑っていたし、一度だって自分の選択を悔いたことはなかった。と笑って別れを告げて欲しかったはずだ。私はそうしたぞ。それが
彼女のことを残念に思っている証拠だ。あるいは恐れているのかもしれないな。恐れている？君からそんな感情は感じ取れないが、何を恐れているというのだ？彼女と共に過ごした30日間を忘れることをだ。これまでに生きてきた全ての31日のように、その多くは雨に流され、見えない彼岸に消えていった。その鮮やかな赤い記憶が消えてしまうことを私は恐れている。この目に映る色はもう多くない。淡く暖かい赤を除いてほとんど何も残っていないんだ。驚きだな。血と破壊と混乱を多く見てきたはずのレンジャーが赤からぬくもりを見出せるとは。それは私も昔はそうしたぬくもりをたくさん持っていたからだろうな。ある人と約束したんだ。それをもっと多くの人に与え、余生すべてを人々にとってより良い結末を追い求めるために使うと。その赤が残っている限り私は約束を果たせる。それは燃える火であり、咲き誇る花であり、この洞窟の中になった果実であり、命そのものだ。あっという間に消えてしまうが、人の目を奪う。最後にそれは私を率いて存在の地平線を乗り越え、彼岸の彼方で虚無を断ち切る。眠る無双者から祝福を受けながら、そのアイオーンを殺す方法を考えているのか。それはまさに完全なる虚無だな。だが君の言う通りだ。この長雨が続く死の水のほとりに居続けると、鮮やかな赤い火を見ている時だけ自分が生きていることを実感する。雨はいつになったら止むんだ？そうだな、亡者の怨念がすべて沈まれば空も晴れるかもしれないな。炭鉱さん、ビアリスカマンドロス製のことは聞いたことあるかしら？調和の影響下にある地上の楽園の一つで、大小ダルダヌ星系の住民たちが集まる人間界の楽園なんだけど、今から半琥珀期前、ファミリーがそこで史上かつてない祭典を行い、宴の後その惑星にいる全員がファミリーの一員になったの。ピノコニーでも同じことが起こると思っているのか？それ以外に何があると思うの？ファミリーはわざわざ時計屋の正体を利用して多くの運命の旅人たちを滞在させておきながら、虚無の指令だけを追放した。虚無の影響を受けている私は他の運命の影響を受けにくい。むしろ無意識にそれを侵食できる。これは彼らにとって望ましくない変数かもしれない。同意できないな。その惑星は信用体系に加わってもいなければ銀器にもつながっていない調和の庇護を受けた辺境の文明だ。だが
ピノコニーは違う。それは全銀河の約半数の派閥に宣戦布告することを意味する。ファミリーにそんなことをする理由はない。それは彼らが本当に調和を信仰していることが前提になるだろう。どういう意味だ？ピノコニーの光に包まれた運命は純粋ではなく、ここの調和には異物が混ざっているということだ。大昔にあった宇宙の公害を覚えてる？繁殖のタイズルスは宇宙に果てしない災いをもたらしたけど、それは最終的に混乱と混迷の中で神々の戦いへと発展していった。その対戦では二つの運命が愛音を失ったわ。繁殖と秩序。そして偶然にもその二つの運命の転換点はあるアイオーンと関係している。調和のシペ、そのアイオーンは神々による虫の王の討伐に加わり、何らかの理由で秩序のエナを飲み込んだと言われている。ベイビー、冗談だろ。つまり主のいない二つの運命が暗躍してるってのか？だがピノコニーに繁殖の子孫は現れていない。天外聖火隊の残党がファミリーの中に潜んでいて、亡くなったアイオーンを復活させようとしているということか。まだ断定はできないが、少なくとも彼らが調和セレモニーを利用して何か企てていることは確かだ。ホーリーウーボー、んな複雑なことになってんのか。なら今すぐアステナを離れろってのはどういうことだ？まさかお手上げってわけじゃねえよな。調和セレモニーの開幕が目前に迫っている今、どうしても確認しておきたいことがあってな。それには跳躍するのが一番手っ取り早い。いや、時間が差し迫っているのなら今すぐ別の手段を講じる。まさか血明局長を使うつもりじゃねえだろうな？そのまさかだ。ラフの運気軍の助けがあれば十分だろ。そいつは一生に一度しか使えねえんだぞ。よく考えろ。よく考えた。だが俺の仲間も一生に一度しか得られないんだ。ここにいるのは君だけなのか、我が子よ。七死人はなかなか手ごわいな。私たちの秘密はすでにファミリーの間で広まり、カンパニーのデストロイヤーもアスデナに集結している。今が重要な時だ。時に三で、あまたの音を調和させぬ神に選ばれし者はどこにいる？何のことでしょう。私はこうしてあなたの前に立っているではありませんか。知っているだろう。私たちの計画では、彼女こそが調和セレモニーの主人公であると。
かし計画に変更が生じました。彼女の兄である私は秩序に歌を捧げることが彼女の本意ではないことを知っています。ここには私がいれば十分でしょう。君は子供の頃から賢かった。その行動がどんな代償を支払うことになるかきっと理解しているのだろう。これを裏切りだとお考えなのでしたら、天に二つの太陽はいりません。必要ならば私が太陽を撃ち落とします。君は報いを信じるか。報いが本当に存在するのなら、それは全ての生命に当てはまるはずです。あなたにはあなたの報い、私には私の報いが。ですが私の報いはあなたとは関係ありません、ゴフェルさん。いいだろう。君が彼女の代わりに犠牲になることを望むなら、私がそれを叶えよう。おや、思ったよりも早く譲歩してくださいましたね。なぜですか？君たちは秩序の双子として生まれ、どちらか一方がこの道を歩み、定められた結末にたどり着くことが運命づけられている。これもあなたの思惑通りですか？もちろん。君は子供の頃から本当に鋭いな。開幕の時が近づいている。行くといい。調和の権力を奪い、君の報いを明らかにするために。最後に一つ聞きたいことがあります。あなたはなぜ秩序をピノコニーに降臨させることにしたのですか？行き詰まった世界ならばもっといい選択になったはずでしょう。しかしあなたは人々が心に自由を抱く夢の街を選んだ。それはなぜですか？公平のためだ。心の中の抗議を失えば調和と同じ鉄を踏むことになる。つまり性格を利用して無教を操ったのはやはりあなたではなく。おしゃべりはここまでにしよう。さあ始めなさい。大奥家の107336の魂はこの瞬間を何度も夢見てきた。全ての生命は我が光の中で生き生きと育ち、全ての罪悪は隠れることができなくなる。ここがピノコニー大劇場の内部ね。ソーダで空に飛ばされるのは面白かったけど、もうすぐ調和セレモニーが始まるっていうのに、どうしてまだ入場が始まってないんだろう。それだけじゃないわ。
劇場全体が不気味なほど静まり返ってる。観客はおろか、スタッフや役者の姿もないなんて。来るのが遅かったとしても、こんな大きな劇場に誰もいないなんてありえないんじゃないかしら。あたりを調べてみましょう。みんな、気をつけて進んでね。